ビーズ単体製作例アイロンビーズとは、パイプ状のビーズを専用プレートの上で並べて、平面的な絵柄を作り、アイロンなどの熱で溶かして接着し、プレート状に造形する玩具の通称。アイロンビーズは、一般のビーズ手芸とは異なり、糸を通して繋げるものではない。等間隔に、突起の並んだプレートと呼ばれる土台に、色とりどりのアイロンビーズ専用のビーズを並べて、 図案を完成させた後に、パラフィン紙を置いた上からアイロンで加熱しビーズ同士を固着させ、オーナメントやアクセサリーを作る。紙に絵を描くように自由に作るほか、規制の図案を再現する楽しみ方もある。多くのアイロンビーズは、子供用のチーク玩具として販売されているが、年齢に関係なく、ホビーとして楽しまれている。家庭で楽しむほか、室内レクリエーションや、集中力や、 達成感が得られることから作業療法にも取り入れられている。もともとはデンマーク発祥の玩具で各メーカーから様々な種類が販売されており代表的なものにはパーラービーズ、ハマビーズ、アイビーズ等がある。日本ではアメリカ製のパーラービーズを玩具、メーカー川田が1995年に国内販売を開始して普及した。 アイロンを使用するため大人の買い添えが必要なおもちゃだがアイロンの代わりに水で固着させる製品も存在する。また、大人向けにビーズのサイズを小さくして難易度を上げた商品もある。ありがとうございます。